はい、皆さんこんにちは。魔法を信じる会の時間です。今日の魔法を信じる会は、砂金を作る。実はね、ベガスの前後で、やっぱり浮かんじゃって2つぐらい作っちゃったんだよね。そうそう。で、そういうね、砂金の話をしたいんだ。どうやって作る、どうして作るとか、正確に言うともっとできてんだけど、忘れちゃうんだよ、取らないと。これがね、一番もったいないというか、なんていうかね、だからよっぽどいいやつ、夢の中でできてよっぽどいいやつとかさ、夜中に目覚めて起きてね、そのままさ、突然さ、要するにさ、文章に起こしたりとかするの。だから、記録を残すことがすごく大変だっていうことね、新作を作るってことについての話をしたいと思います。これは、曽根君からですね、どういうふうに作るんですかって、シナリオです、どうやって作るんですかって話が出たんで、自分の頭の中でもう一度そういうことを防備力でやってみたいと思うんでね。映画なのか何なのかとかいろいろあるわけだけど、曽根君の話も含めてその新作のこととかルーティンの話をしたいと思います。よろしいですか。はい、それではいきましょう。魔法を信じる会です。でね、今回できたやつってのは昔から俺の得意な柳田システムを 3枚に配ると、要するに全部あれになっちゃうってやつね、あれになっちゃうって変だね、要するに3枚ずつ柳田システム配ると大台に揃っちゃうっていうタイプ、トライアンフとかね、であれでね考えたのが1個あったの、ね、それと新作っていうわけじゃないんだけど、それをちょっと開発した。でもう一つはね、ピアノトリック、要するにピアノトリックっていうと探し物の人じゃなくて、ピアノの鍵盤に見立てたトライアンフ、トライアンフなんだよ結局、多いんだよね、それとあとトライアンフしないでできるバージョンの3人に抜かせて3人のカードを特定するってやつ。これはねまだ収録してないので、収録しようと思ってタイ料理屋で考えたら、そこでねバグが出ちゃってできなかったんで、戻ってきてちゃんと手やったらまあできたということで、ここら辺がね新作なんだ。でどうして生まれるかっていうのは、例えば曽根君に教えてるでしょ、教えてる時曽根君が俺の作品やるんだよね、でそうじゃないんだ、違うんだけど、そこもやり方が違うよとかさ、突っ込みたいわけ、でそのうち、その手順は確かにそれってこうやった方がもっと面白いのになと浮かんじゃうわけで、だから全くね前の作品と同じように見ても全然違った原理でできちゃうとか、全く同じ原理なんだけど違う現象になっちゃうっていうのが生まれるの。でこれはバリエーションだよね、でピアノのねやつはね、なんかのねフェイスブックの記事の時にピアニストがマジックをやってってのがあったんだよ、それを見た時にね、俺は桂新平君ってのがいて、彼は、中学校のリコーダーの先生だったのかもしれないけど、一応ミュージシャンだって言ってね、バイオリンを弾いてる絵とかそういうの出してたと、でピアノも弾くんだろうなと思った時に、じゃあこういう手がないかなと、トライアンフで失敗して何枚か表になっちゃった時ある時に、黒鍵がちゃんと並んでたらすごく面白いんじゃないかなってんでルーティン作ったんでね。だけど黒鍵ってピアノの鍵盤の中で5個あるわけだ、5個ある理由がないと。そしたら4枚のキングが相手のカードを探すものにすればいいと、こうやってね頭の中で作られていくわけ、でその時にまたね、そういえばそうトライアンフでそんなことやってたけど、トライアンフものでね相手 のカードを3人 の当てるっていうやつがあったんだ。要するに結構なかなか面倒くさい方法で、でもトライアンフしないとできなかったんだよ、でトライアンフしないでやるやつをできたらいいなと思ったら、その時に浮かんじゃったんだよ、車の中で帰りベガスの、だから頭の中で浮かんでるか、実際手を動かした時ちょっと違うなっていうのも出たりするんだよね。でも、やっぱりこれだけ俺作品作ってる人間だから、ほぼ大体問題なくできる。で、今回ね会員ページなんかにもその中の、3つとも入れたのかなと思います。ミュータンって今で作ったのもあったよね、なんかねマジック、なんかあったかもしれないな、もう忘れちゃった、そんな数ないし、だから作る時のね曽根君の質問の中にもあったんだけど、どういうあれで作れるんですかって言ったから、僕大体映画題材にしてるよ、だからそれが楽だからと、ね、でもね、それの前に一個トレーニングとしていいと思うのが、お題目マジックで鍛えたらいいんじゃない？鍛えたね、あれもね、あれやると考えるということをするから、そういうのからどんどん3分間考えて5分間考えて3分のね、演技をやると、でみんな、でどっちが面白かったかっていうさジャッジをするっていうのはしかもで昔やったんだよね、あれいいトレーニングになると思う、そう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 、作品は作れないまでも
こういう題目でどんな風にマジックを仕上げるという勉強にはなるから、そうだからプレゼンテーションの勉強にはなるよね。そうそうそう、だからね、そういうのやったらいいかもよ、そういうとか、皆さんわかんないだろうけどね、よくね、なんか題目決めるわけ、例えば北朝鮮って言ったら、ね、マヨネーズの蓋とかね、マジック、そうマヨネーズの蓋って言ったらマジックを作るんだけど、それで作るね、カードマジックでもコインマジックでマヨネーズ蓋でもいいわけ、何のマジックかわかんないけど、そうだからこれが慣れてくると、そういうのが上手いやつがいるんだよね。昔、うん、金森俊と遠藤太がよく戦ってたけど、よく戦って面白かったね、伊藤博樹とかね、面白かった、うんうん、まあね、あのいい方法ですよこれね、うん、で僕はね、とにかくこうやってね作品をいっぱい作ってて、あの一つ言ってることは、うん、題材を映画から持ってくるのが多いんだよ、うん、あとは本人のプライベートな私小説、うんね、あとはもう一つは壮大なテーマって3つなんだけど、うん、例えば有名なのはジュラシックパークっていう演技あるでしょ、うん、でこのジュラシックパークの演技を作った時は、あのたまたまジュラシックパークの映画見てて、あのその時にこのどのシーンかっていうと、最初にさ弁護士が あのどっかのさ島に行って、イスナソルナさん、あの発掘してる時、あのほら琥珀を発掘してるおじさんと会ってさ、うん、ね、あのあいつは堀屋だからね絶対表出ないよって時に、うん、あったぞってさ琥珀を見てるあの絵、うんね、あの時にあのおじさんが俺の心の中ってまるであなたの指輪のようにって言ってるわけ、うんうん、まあこのセリフいいなってことで、このセリフだけ作って、これとあと音楽がその時にちょうど乗るように、タンタンタタンタンタララララララがぴったり乗るような形にしたら、あの作品ができた。逆にね、もう一つ言うと、リバーは全然関係ないですよ、あいつの人生だから。あいつの人生のダメだった部分、ね、ダメだった部分がかっこよくなったと。だから曽根君も今下手だからいいんで、下手だからこそ今ね話題が出て、ダメだからこそ今話のあれができるわけでしょ、うん、だからシュートがやっぱある程度有名になった時に、みんなが言ったよね、シュートって最初から天才だの なんだろう言ったよね、で全然そうじゃないんだってシュートは言った、うん、で結論から言っちゃうと、シュートの小さい頃の嫌な思い出っていうのが、うん、あいつのデラックスパークになったから、うんうん、で映画からできたやつはもう一つはトーマス・クラン・アフェアから来てるさ、うん、フレームがあったり、うん、ビューティー&ビーストがあったりするわけじゃない、うん、だけどやっぱり壮大なテーマっていうのを別に作って、なんだろうな、うん、あの新しいテーマでやることもできる。それはね俺のメンタルなんかそうなの、うん、要するに絶対的な不思議な状況を作るっていうものはまた別の方法なんだよね、うんうん、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかもね、うん、イマジネーション湧きやすい、湧きやすい湧きやすい、だから一回作ったよね、うん、バック・トゥ・ザ・フューチャーね、だからあのおもちゃがないんで今作れなくなっちゃったけど、うん、デロリアンの、そうだからあのイマジネーションが崩れちゃうと、これも言ったんだけど、あの曽根君にね、例えば、うん、指輪がカードの中から出てくると、これってこれ以上の現象って作るの考えづらいよね、どっかから出てくるの、うん、でその後にね何人かの人間がね、あの氷の中から出てくるとか作ったんだけど、ね、凍った氷の中から何か出てくるカードが出てくるよりも、うん、やっぱり指輪が出てくる方が欲しい、サインしたカードからね、そうそう、だからそういうところを考えた時にやっぱりあのその指輪の演技ってすごいんだなと思った、うん、だからもう一つ俺のさ発想の中にあるのは、例えば破ったカード復活させる時に表にサインがしてある、うん、だけど裏にもサインしてある、でも相手に渡せる、ここの3つの要素、表裏にサインがしてあって相手に渡せるんだったら、これもう疑いの余地ないでしょ、うんうん、だからそれが必要かなと思ったんでね、うん、だからあのいろんなことを考えた上で、要するにあの作品って作られてくるんだけど、うん、やっぱりあのルーティンも作品もそうなんだけど、そのきっかけっていうのは何かってのは、やっぱりそのさあの妥協しないんだよね、うんうん、だから簡単に言うと、シュートがその後自分で一生懸命作って、まあ、女の子を口説きたいがために作った作品の中でさ、あのタングレットみたいなやつがあったわけ、うん、長いね、あその毛糸のど真ん中に指輪が入るってターベルコース、うん、だからもう古い作品だし、カードの中に指輪が入っちゃったらもうさ、うん、あの毛糸の玉の中心部に指輪があったって全然違うじゃん、彼のキャラじゃないんだ、うん、なんかね小川さんってね、ああいう紐とか似合わない、似合わないね、毛糸とか、うん、なんかもっとなんかこうパンパンパンでしたものなんて、うん、フレームとか筆とかそういう、うん、そうね、動きのパンパンパンでしたものの方が似合うから、うん、いやそれにしてもさ、それにしてもやっぱりさ、あの毛糸の真ん中に入っててもダメなんだよ、うん、簡単に言うと、そうね、うん、彼のキャラじゃないな、うん、だから不思議のあれが違うじゃない、うん、だからリバーとかさ、あれだってさ、要するに客の手の中にあるさ、うん、グラスからさ、あの金が出てくるでしょ、ね、ああいうのとかさ、うん、結局その現象をやっちゃったら、要するに帽子からウサギ出してもダメってことなんだよ、うん、簡単に言うと、うん、そうするとね、たまにね、じゃあ帽子とかウサギは否定するんですかっていうんじゃなくて、やっぱりクリエイターとしてはもう絶対ダメなの、望まれてるものではないと、うん、プレゼンテーションでね、帽子からウサギ面白くすることできるよ、いっぱい、うんうん、だけどあのそのままじゃ絶対ダメだよね、うん、だから俺ね、マック・キングの演技ですごいのがあって、マック・キングの娘がね、すごくそれ嫌がってるっていう有名な話なんだけど、うん、知ってる、
モルモット食っちゃうの。モルモット出すんだよ、ね、でモルモットが出てきてさ、あの、まあ、ウサギの代わりに、うん、それはマックキンが突然モルモットバクバクバクと食っちゃう。本当に食べるの？いや食べないよ、もちろんだけど食べたに見えるんだ、うん、それを見てあの娘がね、モルモット食べないでって言ったって有名な話があるんだけど、うんうん、まあ娘が今に住んだって知らんけどね。だからいろんなさ、企業もそうなんだけど、まあ今すぐ、あ、時間になりました。また来週、さようなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。